はじめまして、僕は日本から来た医者の稲葉と言います。ごめんね、大丈夫ですよ。テレフォンの治療。東日本、それから阪神、淡路、大きな地震を経験している、やっぱり日本人の支援者だからこそ、まあ、気持ちが寄り添えるっていう部分は僕すごくあると思うんです。国際緊急援助隊なんかもやっぱり地震の経験が多い人たちが多いので、日本のその支援チームに期待されているものっていうのは、国際機関の中でも大きいというふうに思っています。